愛媛県が初めて国際航空定期便で結ばれた場所が韓国です。ソウル便は愛媛と韓国の草の根交流を育んだ友情の空路、交流の軌跡をたどります。1970年代に中四国初のジェット化空港となった松山空港は、当初から国際定期便開設に期待が寄せられていました。そしてソウルオリンピックを経て1990年代に入ると、韓国への注目度が一気に高まりました。韓国組が일어났다니굉장히기분이좋은데、南대문시장많이방문해주셔가지고물건도많이구입해주시고그러면좋겠습니다。반가운일이죠뭐。商品化というものが一つ拍車がかかっていくということで、いろいろな企画提案が可能になってくる。松山地域住民と韓国の国民が往来することはね、本当に嬉しいことであると思います。1995年4月4日ついに松山空港が本格的に国際化を迎える日がやってきました。アシアナ航空による松山ソウル国際定期便が就航したのです。ずいぶん韓国が近くなって便利になると思います。近いんで何回かは行ってみたいと思いますけど、たびたび利用します。2000年代に入り、松山市は韓国の工業港湾都市ピョンテク市との交流に力を注ぎ始めます。日韓ワールドカップ開催以降、近くて遠い国と言われた韓国はもはやもう近くて近い国になってきた、その大きな変わり目ですよね。だからアジアのことを考えても、松山のピョンテクの交流がですね、大変意義のあるものになるんだろうというふうに期待したいと思います。2004年10月、松山市とピョンテク市は姉妹都市提携を結びます。松山市にとってアジア初の姉妹都市となったピョンテク市、中学生など若い世代の交流を積極的に行っています。またスポーツ交流も盛んで、特に両市ともに大規模な大会が開催されるマラソンには多くの選手を派遣し合っています。2012年のピョンテク港マラソン大会では、女子ハーフマラソンの部で松山市の細川恵里子選手が2位に入る健闘を見せました。2017年11月、韓国最大の LCC 格安航空会社のチェジュ航空が就航、中村知事によるトップ交渉が実を結びました。チェジュ航空の利用者は若者や家族連れなどが中心です。 LCC へのシフトは新たな観光需要の掘り起こしとなったのです。おお、あれですね、千が千色のあれの背景の、思ったより大きいかな。今後インバウンドだけでなくアウトバウンドにおいても発展が期待されます。愛媛と韓国の間で20年にわたって交流を続けているスポーツが剣道です。愛媛県剣道連盟とインチョン広域市剣道会は、2001年から1年おきに両国を行き交いながら交流大会を開催しています。愛媛県剣道連盟70周年記念事業として開かれた2019年の大会は、政治情勢の影響で数多くの交流事業が中止となる中開催されました。もう来ると信じてずっと待っているという状況でしたけども、結果的には64名の大部隊がですね、その降りてきた時にやっぱり嬉しかったし、でパク・ガクチンという団長がこちらに来るのにも周りからいろいろ言われたと。だけどこれはもう私たちの約束だし、どうしても来る
べきだと思ってきたと、私としても非常に感無量な気持ちでした。パク・ガクチン副会長は報道陣の取材にこう答えたのです。我々は愛媛の仲間との友情を大切にし、この70周年を一緒に祝うためにやってきました。2019年10月日中韓3カ国地方政府交流会議が愛媛県で開催されました。しまなみ海道のサイクリングは地域資源を活用した交流ツールとして高い評価を受けました。今治에서방금이제사이클링을했는데요너무아름다운자연풍광을이제만끽하면서즐거운시간을보내서가장기억에남습니다今多くの愛媛県民が韓国を訪れ、韓国の文化を身近に感じています。子供を連れて明洞に行ったんですけれども、明洞にはいろんな子供も好きな文具屋さんとかファッションのお店もあったりとか、とっても食べ物も美味しいし、街並みも綺麗だし、子供とチマチョゴリを着たんですけど、とっても素敵でした。お互いの国のことを、本来の姿としてですね、偏見なく知るっていうところから始めていくと、そこに住んでるのはお互い人間なので、いい関係性、いい交流っていうのが深まっていくんじゃないかなと思います、そして多くの韓国人が愛媛との草の根交流に力を注いでいます。韓国の書道を紹介する、そういうハングルカリグラフィー体験会というイベントを開催しました。その時にたくさんの方々が参加してくださったんですけれども、韓国と日本には似ているけれども異なっている文化がたくさんあります。こういった文化をお互いに体験し合うというのは、交流を深めていくのにつながるのではないかと思います。愛媛は本当に忙しい社会人とかが短い間で旅行がしやすい、とてもしやすいところだと思いますので、個人的にも温泉がすごく大好きなんで、こんなにいいところにすぐ行けるっていうのが本当に魅力的だと思います。韓国人の人懐っこい性格ですね、冗談でよく言うんですけども、一度席を一緒にすると友人になると、韓国の人が求めるようなコンテンツは、温泉も含めてですけどもあるので、草の根レベルでの、市民の交流っていうのを、持続的に継続することが一番だと思います。プロサッカークラブ FC 今治に所属するチョン・ハンチョル選手も愛媛の風景を愛する一人です。많은분들이찾아오셔서예쁜섬과예쁜바다와예쁜온천그리고많은분들이오셔서 산도예쁜산이많은데많은분들이오셔서여행을해주셨으면좋겠습니다愛媛と韓国の友情はこれからも続いていきます。